どうもこんにちは、くんゆらです。さあ今日は、住宅街の動画から行きましょい。移動しましょい。攻略サイトをですね、見ました。選択肢、というか、このゲームもしかしたら本当に終われねえかもしれない。この年内に。まあ、キャラがたくさんいるっていうのもあるんだけども、まあ、ページが長いこと長いこと。皆様期待しといてね。ちょっと、俺もうこれね、途中でやばいんじゃねえかって、思う時期あるかもしんないけどね。まあそんなことはまだわかんないから。未来はね、誰もわからない。そう、未来からわかんない。ただ俺はね、未来から来ましたんでね。ん？どうしたシド？ドラクエのモンスターじゃねえぞ、おい。すっかり忘れてた。ん？何がだ？自分がドラクエのモンスターということか。お前、あ？あ、天狗石のお供え物。まだ買ってなかったよな。ほう、それは迂闊だったな。何だったっけ、お供え物って。今から買いに行くか？トーカはどうする？指導と一緒ならどこへでも行くぞ。本当か？未来まで来てくれるか？う、どうした？トーカって時々ドキッとすることは？ごめん、今俺ドキッとしねえわ。さらっと言うんだよな、お前もだよ。お供え物は天狗氏の好きなものにするのか？あー、まあそうだな。そしたらやっぱ食べ物の方がいいよな。天狗氏とやらはお腹が空いているのだな。まあそうかもな。じゃあ商店街に戻って何か買ってこよう。天狗氏が喜びそうなものがあると良いな。おう、そうだな。さあ何を買うのか今日は。俺なんだっけ、ビーフジャーキーって言ってたよね。なとか、さすがに寿司はない。また寿司かお前。寿司はないだろう。土産に包んでもらえないことはないけど。え、そうなの？って、あれ、トーカがいないか、まさか。あ、いない。さっきまでそこにいたのにいない。ダーク、ちょっと目を離した隙にどこ行ってんだ。おい、トーカ、トーカ、どこだ。完全に見失ったな。コーリング、レイヌさん。シン、トーカに何かあったのではないか。え、早くない、気づくの。あ、ステータスに異常か、まさか。すいません、買い物中にはぐれちゃって、それでストレスの数値が上昇したのか。でも寿司屋の前に来てたんでしょ。まず寿司食ってんじゃない、今の中で。え、シン、早くトーカを見つけてご機嫌を取りたまえ。やばいじゃん、それじゃ。そうしたいのは山々なんですけど、レイヌさんの方でトーカがどこに行ったか分かりませんか。残念だが、手元の端末だけでは場所の特定は無理そうだ。オーマイガー、フラクシナスの人員がちょっと出払っていてね。私が今終えるのはトーカの精神状態がせいぜいだな。そうですか。しかし、しかしトーカの思考パターンを考えれば答えは見つかるのではないかね。思考パターン、こういう時トーカならどうするか、それを相手の気持ちになって考えてみた。うわー、難しいな。でもね、トーカと俺の中だからな。それでは健闘を祈っているよ。え、そんな軽くない、なんか。え、健闘祈られちゃったよ。トーカならどうするか。お、選択式そうだな。あ、来たね。食べ物の香りに釣られてくる。あー、あ、違う、食べ物、え、トーカなら香りに釣られて食べ物、あ、同じか。食べ物屋に行ってる、あ、行ってるか。まあちょっと違う気がするけどな。トーカなら俺を探しに戻ってくる。まあこっちの方がちょっとポイント高いよね。小町的にもポイント高いでしょ。こっちやな。うん、どこか探しに行って隠れてもいけないし、ここで待ってよ。そうだな、それがいいかも。そしてサドだ。選択肢は間違って、おーい、シドー、ない、んー、ない。やっぱり戻ってきたか。待っててよかった。これあれだね、反対選んだらすれ違ったな。何をぼーっとしているのだ。天狗氏のお供え物を見つけたぞ。うわ、え、早く行くぞ、こっちだ。きなこか、きなこパンか。ちょっと待てよ、キムタク。ちょ待てよ。あれだシド、あれを買っていこう。どれ、なんかすごいジュージュー言ってる。たこ焼きか。ん、トーカが指さしたのは回転しながら焼かれている巨大な肉。出ました、ケバブ。ケバブ屋の店主が肩をすくめ、切なげな眼差しで俺を見つめてくる。てんてんてん、どうだシド、これならきっと気に入るに違いないぞ。そうだな、確かにお供えっぽい気もするが、ちょっと常識的にな。トーカ、一旦離れよう。こっちこっち。ん、さあどこに行くの次は。ガヤガヤ、なかなかいい思いつきだったんだけどな、トーカ。うむ、あの肉だったら天狗氏も満足するだろう。あー、それはそうなんだが、あの肉はそもそも売り物じゃないことはないんだけど、あのままでは売れないというか、いや、仮に売ってくれたとしても、あんな大きい肉を買えるほどの持ち合わせはない。え？あ、何？ケバブを買うんじゃなくて、その、でかい肉を買うってこと？
その発想やーべえ、ぶっ飛んでるな。俺の一歩上を行ってるこれ。そうなの、うん、要はあの棒に刺さってるまんまでしょ。ごと持ってくるってことでしょ。ごとそうなんだ、ごめんとか。いや、指導が謝ることはないのだ。私が何も考えていなかった。こちらこそすまん。じゃあ、トーカのお供え物は警部にしたらどうだ。おお、それは妙案だ。天狗氏には少々物足りぬかもしれんが、美味しいものを食べれば笑顔になれるだろう。そうか、トーカ的にはもう大食いなんだな。だろ。よし、私のお供え物はそれで決まりだ。早速戻るぞ、指導。おう、あんま急いで転ぶなよ。うむ。そしてまたケバブ屋にレッツゴーと。俺何買うんだろうね。寿司行くか。おお、なんだ、あ、来たんだここに。思ったより雰囲気あるねえ。なんかすげえエロ漫画先生に出てきそうだなこれみんなよく集まったもんだ。あ、みんないるんだ。トーカ、あれ、ちょっと待てよ。これ選択肢だけどストーリー繋がってんな。ねえ、折り紙、リンネ、それに、あ、てか、リンネは、リンネでいいの？リンネなの？なんかこう、土味方じゃないけど、の、あのキャラがね、うん、こう、言い方に癖があるだけだっていうコメントもあったけど、それに小鳥とヨシノと、よし、メンバーは大体揃ったよな。トロマチ以外、あ、トロマチいないんだ。って言い出しっぺがいねってどういうことだ？おっと、小鳥が、これは、ちょっと来てよかったな、これもうすでに。あ、いや、まだ来たばっかだろう。どうした？もしかして小鳥、もう怖くなったのか？怖くないもん。いや、怖いでしょ、絶対に。そうか、小さかった頃は怖い話をするとすぐ泣き出して、トイレも一人で行けなくなったのに、あ、そう。いやー、ちょっと竹達さんって怖がりなのかな？ねえ、肉とか好きだけど怖がりなのかな？いや、怖いでしょ、絶対これは。もう、子供じゃないもん。チークショー、かわいいじゃねえか、これ。わかったから、泣くな、小鳥。お供え物したらすぐ帰るから、もう少しだけトロマチを待っててやろうな。シード。うおー、私服だ。小鳥ちゃんをいじめちゃダメだよ。ちょっと待って、リンネちゃん。私服、クソかわいいやないですか。いやー、好き。そういや、声優さんをね、キャラの声優さん教えてほしいってコメントがあったんで、ちょっとこれからぐらいからコメント欄じゃなくて説明欄にね、キャラと声優さんをね、こうまた書いておきます。いや、そういうつもりはないんだけど。もう大丈夫よ、小鳥ちゃん、私たちも一緒にいるからね。頑張れ。小鳥を無理やり連れ出したのはさすがにかわいそうだったかな。トロマチの口車に乗ったのが失敗だったかもしれない。でも小鳥残して全員出かけるってのもな。そうだね、小鳥さん、大丈夫ですか？ああ、シド君、女の子を泣かしちゃダメじゃないか。いや、泣かしてないぞ。まあ、怖がらせなきゃ意味がないのはわかるけどさ。あのな、ヨシノ、俺は別にそう。シド、怖い。いや、嘘つけお前、絶対嘘だろ。超折り紙飛び地折り紙、貴様一体何をしている？すぐに指導から離れろ。無理、怖くて動けない。だからこうしているのは仕方のないこと。おい揺らしてたぞ今。当たってる。折り紙のいけないものが強烈に猛烈に強烈に当たっている。どこが？説明してごらん。いや、やめろ折り紙。あ、シド、私も怖い。嘘つけ、胸が寄ってるぞお前。あ、トーカ、なんだお前まで。こら、トーカ。シド、私の方がたくさん怖いのだ。なんだたくさん怖いって。ちょっと待て。あ、もうストップ。トーカまで何やってんだよ。飛び地折り紙には負けるわけにはいかん。いや、これ勝負とかじゃないだろ。シド、怖い。離れないで。ちょっと待って、色気がないんだよ。一旦二人とも離れろ。いいか、今日の目的忘れんな。あくまでも天狗氏のお供えに来たんだ。とりあえず、
それが終わるまでは待つ。すまんシド、熱くなって忘れていた。ああ、もうなんでいつもこうなっちまうんだろうな。それもこれもすべてトロマイチのせいだ。てかあいついねえな。あいつが来たら絶対文句言ってやる。ねえシド、ん、なんだリンネ。トノマチ君を待ってる間にみんなでどんなお供え物を用意してきたか見せ合うってどうかな。それ名案じゃない。いいな、ナイスアイデア。うん、それは実に名案だぞリンネ。そうかな、ありがとう。よし、じゃあまずはトウカから何を買ってきたのかみんなに教えてくれないか。私が選んだのはこれだ。ごとボンケバブ。ごとトーカちゃん、それは何。ケバブです。商店街で買ったケバブサンドだ。冷えてもお肉がジューシーでたまらんぞ。そういうもんなんだ。あー美味しそう。ちょっと食べてみたくなっちゃった。今度私も食べてみようかな。ね、俺こういうのにね影響されるんだよ。うん、リンネも必ず気に入ると思うぞ。店の場所なら肉と香辛料の香りでなんとなく覚えているからな。やっぱリンネだよね。リンネじゃないよね、リンネだよね。よかったよかった。うん、連れてってくれると嬉しい。俺じゃあ前回のパートさ、完全にトロマチ2世じゃん。リンネちゃんがっつって、リンネちゃんが何々、リンネちゃんが何、途中で俺言い方変えたよねみんな。俺気づいた。うん、そういうリンネは何持ってきたんだ。ずいぶん重そうにしてるけど。結局何にも思いつかなかったんだ。あれまあ、それはどうして。でも、うん、やっぱり食べ物の方がいいかなと思って。よいしょ。なんだ、かぼちゃとかで、うん、でんぞ今。なんだ、本当にかぼちゃじゃないか。スイカ惜しい。ウリ科のものなのは間違ってねえよな。かぼちゃってウリ科、あれスイカってウリ科だよね。あのウリ、キュウリとか。そう、なんかスイカってキュウリと同じなんだよね。よくわかんねえや。うん、ちょっと早いけど甘くて美味しそうだったからつい。ダメだった。ああ全然全然、むしろもうみんなで食べたいぐらいだ。いや、いいんじゃないか。面白いと思う。面白さを求めんなの、お供え物に。ならよかった。うん、まあそもそも天狗士が何を食うかなんて分かるやついんのかな。適当にそれっぽいものを持ってくるしかないと思うぜ。ああそれはそうかも、困っちゃうね。確かにな。まあでも仕方ないだろ。次は、あ、折り紙は何持ってきたんだ。白百合お供え用。花か。あー、さすが優等生だな。そういうところは嫌い。いやいいと思うよ俺は。そう、うん、じゃあ吉野だな。あの私はこれです。そうか、みんな別に食べ物ってわけじゃないんだな。牛のぬいぐるみ？あ、天狗牛だから。もう発想が可愛い吉野。ああ、そういうとこ好き。やだな、よく見てよシド君、下から手が入るようになってるよね。ああ、そういうことね、下からこうおっぺけてみたいなね。本当だ本当だ、牛のパペット。ということはパペットマペットできる。パペットマペット前にレーネさんにもらったんだよね。もう一人友達は欲しくないかねとか言われてさ。え、でそれをお供え物に。それ大丈夫か。いらねえってことじゃん。へえ、レイネさんがたくさん声をかけてみたんですけど、お話してくれなくて。まあヨシノンが特別ってだけで普通は喋らないだろうからな。だから今日は同じ牛だから仲良くできるんじゃないかなってね。ああ、もうさすがだね。一人だと寂しいですから。やっぱ発想ってキャラごとに全然違えな。片やごとケバブだぞおい。そう、何回言うだ俺は。超気に入ってるからね、ごとケバブ。そうだな、すごくいいと思う。ヨシノの気持ちも伝わるといいな。はい。じゃあ次は、お、小鳥か。何持ってきたんだ。お兄ちゃんは。俺、そんなもん例のものに決まってるじゃないですか俺はね。じゃあ俺のを先にするか。よいしょっと、まずはこのベルトを外してチャックを開けて、ごそごそショートケーキ。いや俺今日酔ってるわ、完全に俺酔ってるわ。あの打ち合わせの後には撮ってるんですけどね、酔ってるね完全にね。あ、ショートケーキ出てきちゃった、ボロンつって。商店街のケーキ屋で買ってきた。それは実にうまそうなケーキではないか。だろ、あそこのケーキ屋って
美味しいから若い子にも人気あるんだよね。お、そうなんだ。うーん、そうか。ならば私もいずれ食べてみればな。で、小鳥は？なんか今の小鳥の声がさ、すげえ幼女ボイスなんだよ。なんでこんな幼女ボイス今？あそこのケーキ屋って美味しいから若い子にも人気あるね。ねえ、幼女ボイスだよ。私はとっておきのこれだ。なんだ？おにゃ？ふむふむ、なるほど。っていつもの棒付きキャンディーじゃねえかい。お兄ちゃんの目は節穴だね。節穴じゃねえよ。どういう意味だよ。今白リボンつけてんだろ。ほらこれ地域限定発売のだから。あ、そういうこと。いつものと違うもん。味が違えんだな。じゃあそうだったのか。お、正直わからん。あ、お供え用だからお兄ちゃんにはあげないぞ。もらう気ねえよ。どうせあれだろ、なんかこうジンギスカン味とかだろ。あ、チンギスカンか。ん、チンギスカン。あ、それ人間だ。ジンギスカン、そいつは残念だな。って別に欲しくはねえよ。えー、いや、なんで不満そうなんだ。かまってちゃうんだな。あれ、もう終わりか。どうするかな。豊町の野郎はまだ来てないぞ。ん、結局小塚。いや、ここからだな。遅い、遅すぎる。約束の時間はとっくに過ぎてるってのに。ひょっとして寝てんじゃ。いや、女の子絡みであいつがそんな失態を犯すはずがない。シロ、どの町はどうしたんだ。まあ、おそらく驚くか春日はとして準備をしているのではなかろうかと思うのかな。それがわからないんだよな。携帯にかけても出ないし。え、まさか天狗神食われた。うん、そうなのか。まあ別にいいけど。シドウくん、もしかして道に迷ってるってことはないよね。そりゃねえだろう。うん、そうだよね。ここを待ち合わせ場所に決めたの殿町くんだし。ああ、そうだな。神隠しかもしれない。出ましたね、天狗氏のたたり。千と千尋の。ん、なんだ今さらっと怖いこと言ってんだよ。ん、千と千尋の神隠しかもしれない。知れないね、うん、来るはずの人が来ない。これは神隠しだとしか思えない状況。小鳥、怖いならもう帰るか。うーん、怖くないもん。いや、思いっきり震えてるだろ。これは武者震いっていうの。いや、涙出てますからね。涙ちょちょ切れてますから。わかったわかった。じゃあちょっと俺がそのあたり探してくるよ。それで見つからなかったらとっととお供え物して帰ろう。あ、本当か。お兄ちゃん、もう任せろ。いつまでもその町の野郎を待ってるわけにはいかないからな。みんなはここで待ってくれ。うん、わかったぞ。さあ、これで俺が探しに行く。俺グルじゃないよね、別に。一応驚かすっていうことはしたいけど。うお、なんか雰囲気出てきたね。霧があるぞ。おーい、殿町、どこだ。大丈夫なのか。ダメだ、見当たんねえ。本当にどこに行っちまったんだ、殿町のやつ。まさか本当にって、そんなはずないよな。そもそも天狗士なんて殿町が考えた嘘だし、そもそも幽霊なんているわけない。いたとしても全然怖くなんて。なんか来るぞ。何なんだよ一体。猛烈な勢いでこっちに向かって。猛烈なの。やべ、腰が抜けるそうだ。見つけたぞ。はい。あ、トウカか。なんだ、うわー。どうしたのだシド。なんで俺ビビってんだよ。え、トウカだったのか。あ、そうだか。うわ、頼むから脅かさないでくれよ。思わず心臓が口から飛び出すところだったわ。わからないが、すまなかった。シド、一度病院に行った方が良いのではないか。なぜ。なんで、理由は。真の像が口から飛び出すようなことがあったら一大したぞ。もう相変わらず面白いな。最高だぜ。あ、いや、それは大丈夫だ。もう治ったから、収まったから。そうか、それならば良いのだが。みんなのところで待ってなかったのか。シドと一緒にいてはダメなのか。いや、そんなことはないけどさ。シドを一人にして、もしものことがあったらどうするのだ。シドまで神隠しにあって、二度と会えなくなるのは、その、なんだ、とても悲しいぞ。いや、わかった。じゃあ一緒に探そう。ふむ、それが良いと思うぞ。トロマーチがいつの間にか神隠しにあったことになっているんだが、そこにはあえて触れないでいいか。
それじゃあ向こうの方に行ってみるか。うん、わかった。これ結局トロマチ。シド。はい。なんだ。とかどうした？え？何？ん？草の丈は思いのほか長いし、ヨギリが少し出てきたぞ。こう視界が悪くては手でも繋いでいなければはぐれてしまいかね。おい、今手繋いでんのか。そうか、そうだな。行くぞ。おう、おう。トウガの手、柔らかくて暖かくて、こんな暗闇にいてもなんだか安心してしまう。おーい、トノマチ。トノマチ、どこにいるのだ。ダメだな、こっちにもいねえ。戻ってみるか。そうだな、とりあえず持って先にお供えしまうか。うむ。ん？またか。なんだ。ちょっと待って、今みんな聞こえたか、ポインって聞こえた。 SE とかちょっとちっちゃいかな。違うのとか、これは大丈夫だ、かまわん。いや、パイタッチの絵欲しいよな。え、怖かったのだろ。ならば仕方あるまい。なんかいい雰囲気になってきたよ、みんな。その指導がしたいの。したい？何の話だ。あれだ。え、どれ。もう少しくらい。いや、もう少し揉みほぐしてもよろしいか俺。いや、もう大丈夫だ。いや、行けよ。揉みほぐせよ、お前そこは。うん、いいからするのだ。いや、待て。え、ちょっと待って。状況合ってる。俺今完全に父揉んでますけど大丈夫ですか。ちょっと、どうか。うわぁ、ちょ。どうだ、シド。安心したか。今俺は、胸に、ホルスタインに生まれてるのか。埋もれてるのか。はぁ、安心するも何も。これじゃあ、ますます。大きくなっちゃうぞ。シド？なんだ。私も、すごく、安心するぞ。すげえいい BGM なのにな。俺がくだらねえことしか言ってねえや。俺も安心する。うん、そうか。お揃いだな。うん。心臓の音は聞こえたよな。あ、いい雰囲気じゃん。誰が来た。コットリ、お前いいとこで来たな。今行けたぞ俺。なんか、まあいいや。うわーって、なんだ、コットリか。うー、なんだとは。なんだ、やっと見つけたのに。お、見つけた。お兄ちゃんが遅いからみんなで探しに来たんだぞ。あ、俺のことか。いや、悪い、ちょっと道に迷っちゃって。探しに行ったお兄ちゃんが道に迷ってどうするのだ。ああ、土星論だ。すまん。まあ無事にお兄ちゃんたちに会えたからいいけどさ。まあ、トロマチのことすっかり忘れてたなんて言えないな。ところでさ、今二人で何してたの。いや、それ俺も知りたいんだよ、小鳥。この二人は一体何をしているのかすごい気になるよな。いや、何もしてないってなんとか。何もしてないぞ。だそうです、皆様。へえ。まあいっか。まあいっか。じゃあ早くお供えして帰るのだ。うん、そうだな。行くぞ、シド。棒読みじゃねえかお前。それにしてもトロマチのやつはどこで何をしているんだろう。まったく。え、見つけずに帰っちゃったの？嘘でしょ。え、あ、トロマチサイド来た。あ、違った。おい、トロマチ、こっちに戻ってきてもいないか。お兄ちゃん、もうお供えに行くぞ。いや、トロマチが一人で隠れてたら面白いけどな。おお、今行く。ん？うわ？今誰かが呼んでいたような。とうとう俺の出番だな。来ましたな。くぅ、蚊に刺されまくりながらも待った甲斐があったぜ。さあ、早く来い。やっぱこいつ待ってやがったな。多分今から誰も来ねえぞ。やはり肝試しで一番おいしいのは脅かし役だからな。女の子がこの俺を見て驚いたり怯えたり、俺だけが堪能できる夏の思い出、プライスレス。あ、なんだ。え、何。うわー、
めっちゃ、迫真の演技だな、おい。壊れちゃったの？出たー！長っ！すげえ発声！出たーみたいなね。おい、どこ行くんだ？出た出た！出たんだよ！何が？バカ！でも何かいる！いや、完全にね、天狗師でしょ、今。実際にいるわけない。な、何言ってんだ、いつか。お前、罰が当たるぞ。いやいやいや、何言ってんだ。とにかく、俺は帰るから、いつかも早く帰れ。おおおおお。先に帰りやがった、あいつ。小鳥？小鳥、大丈夫か？何か、出るんですか？わからん。うん、でも、トロマチの様子はちょっとおかしかったな。どうしてくれるのかな、シドウくんは。かわいいヨシノが怖がっちゃってるじゃないか。どうするもこうするも、とにかく幼いものを置いてくるか。そうしよう。うん、少し小腹も空いてきたしな。ところで飛び市折り紙、一人でどこへ行くのだ。ほら、どっか行こうとしてんのか。あなたには関係ない。先にお供え物をした人が指導を一日自由にできる権利を得るということは。いつ作ったんだそのルールは。なんだと。負けてはおれん。ちょ、お前ら和を乱すような。お、またか。お兄ちゃん、指導さ。俺じゃねえよ、俺のおならじゃねえぞ。何か聞こえなかったか。俺のおならじゃないぞ。泣き声、おそらく天狗氏。いや、もうその表情で言われると怖えわ。うん、ああ、せっかくのうううが、大事ですからね。いや、お前は、俺は何も聞こえなかった。聞こえなかったぞ、ナリーネ。でもこのまま帰っても気持ち悪いし、早くお供えして帰ろうね。おお、そうだな。よし、じゃあみんな社の前に行こう。合ってるよ、俺。みんなでお供え物置いてちょっと手を合わせて、それで出てきちゃってない？大丈夫？なんだ、なに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 。待って、俺すごいビビってる。まあ俺じゃ、シドウだけど、シドウすごいビビってる。トウがすごい喜んでる。折り紙さん、平常心。どういうこと？何？おお、これが天狗牛なのか。すごい迫力だな。そうか、信じてる人からしたら実際にいるのが当たり前だもんな。俺はいねえと思ってたからな。いやいや、これ違う。こいつ明らかにワニ、ワーニー。小鳥、小鳥シス、てか俺の顔。おい、大丈夫、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん。よしの、お前は氷発動しなかったか。凍ってないか、周りが。大丈夫か。いやー、なんか出ちゃったよ、本当に。よしの、落ち着かないとダメだよ。よしの、マジで落ち着いてくれ。スクショタイム。右上のクマさん、何あれ。あれさ、なんでずっと出てんだろう。あ、消えた。で、また出るんだろう。なんだろう、これね。うわぁ、これはいい。ちょっと待って。シド、怖い。お、最高、これ最高。わぁ、こういうの待ってた。なんかこう、てか俺、喜んでんじゃん、次は。わかってんな。髪の毛の具合とかもすごいいいね。この流れるような流線形。シュエンと、こだわりを感じる、俺は。このタイミングで、シド、離れたくない。まさかトウカも。トービーチ折り紙、貴様何をしている。これマジヤバいぞ。あなたはあれを倒してくればいい。その間、私とシドウは愛を育んでいる。にゃあ。私も怖いぞ、シドウ。いや、これはすごい。てか怒ってる。折り紙さん、めっちゃ不機嫌やないですか、あんちゃん。ああ、もうダメだこれ。トウカ、お前もかよ。
てかこのシチュエーション完全に大丈夫だ。てかそうじゃなくて、ちょっと待ってお前ら、そんな状況じゃ。ワニだよね、ワニ。どこ、ワニ見えないよ。え、なんだ、どうした。天狗氏が消えた、いなくなった。マジかよ、嘘だろ。いくらなんでも突然消えるわけが。え、お、まさか今のって。なるほど、くるみさんによって助けられたのか俺らは。ってことっぽいな。シロ、どこに行くのだ。すまん、とかちょっとそこで待ってくれ。まさかあいつだったっていうのか。あらら、情けないお姿ですわね、指導さん。来ましたね、くるみ。どうして、てか今思ったらさ、くるみを攻略するルートってあんのかな。攻略選択肢の段階で3人までしかメインヒロインはね、いなかった気がするんだよね。いやー、どうなんだろう。お楽しみのところ申し訳ありませんけれど、この子は私が連れて行きますわ。おい待て、くるみ。ごめんなさい、今は指導さんに構ってる暇はありませんの。それではいずれまた。消えたぞ。おい、くるみのやつ一体どういうつもりだと考えてる場合じゃない、早く戻らなきゃ。なんか選択肢から発展してすごいとこまで来てるね。ってことはあれか、選択肢でもうストーリーがっつり変わってくるのか。なんかこう IS みたいに選択肢でちょいちょいちょいとかじゃなくてがっつり変わってくるの。指導、無事？指導、天狗氏はどこにいたのだ。あ、でも IS のインフィニットスタトスのゲームってあれか、最初にもうルート決めてたっけ。あ、そうだね、そうだね、そうだわ。だからあれはワニでだな。って待てよ、タチコ、その後で。指導、こっちに来て、小鳥ちゃんが。小鳥ちゃん死んでますからね、今ね、気絶してますから。小鳥、無事なのか。多分気を失ってるだけだと思うけど。すまん小鳥、レイヌさんにフラクシナスで回収してもらおう。おーい、シドくん。お、よ、よちの？シドさん。どうした？大丈夫かよちの？よしのを褒めてあげてほしいな。すっごく我慢してたんだから。一歩間違えばこの池ごとみんな氷漬けにされてたかもしれなかったね。そういうことか。よしの、よく我慢した。吉野は強い子だな。ありがとうございます。よし、お供え物は中止。今日はひとまず解散だ。そうだね、私も今日は帰った方がいいと思うな。みんな疲れちゃってるし。うん、そうだな。帰ったら少しだけ食べ物を。どうかちゃんは吉野みたいにもう少し我慢した方がいいかもね。指導くんに褒めてもらえなくなっちゃうよ。何？指導、本当か？我慢したら褒めてくれるのか？いや、まあそれは偉いことだと思うが。それ以前に女の子として落第点。どういうことだ？お前ら何回目だよ。まあまあいいじゃない。あの二人を見てたらさっきのもどこかに吹っ飛んじゃうよ、きっと。確かにそうかもな。いや、で、まあいいか、とりあえず一段落したいね。あ、したね。おーおーおー。